丸川珠代五輪担当大臣の失言が何かと話題に、どんな性格か占う。さあ先生、本日はですね、はい、五輪担当大臣丸川珠代さんでございまして、何か発言するたびにちょっとですね、良くない方に、話題になることが多いです。運勢的にちょっと失言など起こしやすい性格なのかというのを、ちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、そうしますと今、まあ、この51歳から55歳なんですけど、はい、ちょうどこの陰寿っていうのが出ています、はい、ほうほうほう。そうすると彼女はこれ重罪なので、はい、いわゆるお金を追っていくタイプなんですよ、はい。でお金を、だからその時なんか判断ミスをしやすい、陰寿がもう邪魔をしちゃうみたいな。結構じゃあ判断ミスし、その例えば言葉を選ぶ時に良くない言葉を使ってしまうっていう、そういう、まあ、時期にありますね。なるほどなるほど、それがちょっと失言として捉えられてるという。 そうですね、そもそもその丸川珠代さん、政治家としての資質といいますか、そうですね、はい、いわゆる政官というのが必要なんですけど、はい、やっぱりないんですよ。ただ今年だけ政官が来てる、はい、あら、ということはその、はい、オリンピック担当大臣ドンピシャで、ドンピシャですね。はい、だから今年もう来年もう政官なくなっちゃう。あれ、ということはこれオリンピック終わった後はどうですか。ちょっと、ね、ちょっと厳しいかもしれない。厳しいかもしれない。でも逆に言ったら今年来ててよかった、本当に良かった。そうですね、はい、だから去年だったらダメですね。もし去年普通にやってたら大変やったってことですもんね、はい、去年だったらもうこの担当大臣にはなれないです、ね、はあ。なるほど、たまたま1年延期したからこそっていう、逆にその運勢がまさに生還を、いわゆる感を生んでくれたと、ね、そういうのも本当にあるんですね、本当にタイミングといいますか。ということは今年はじゃあオリンピックのお仕事はしっかりと、はい、そうですね、だからそのちょっと、言葉の判断ミスなどがちょっと気をつけていただければという、ね、あ、なるほどなるほど。これもじゃあオリンピック終わった直後はなかなか厳しそうな、そうですね、もう続けられるは続けられそうですかね、政治家自体は、ね、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとオリンピック今年は、じゃあ信頼して、はい、担当大臣ということでね、はい、応援していければと思いますので、失言などもこの性格的にある可能性がありますけども、皆さんぜひ五輪どうなるか行く末見守りましょう。先生ありがとうございました。また明日ご覧ください。また明日。